あーやばいかも、やばいやばい、変なとこ飛んだ、飛びすぎた。ここに豚ちゃんたちをいっぱい溜め込みましょう。あと30分ぐらいかな、3、40分ぐらいか。やっぱり2時ですね、ちょうど2時ぐらいだ。ちょっとセメンティングを集めときましょう。セメントがやっぱかなり必要なんで。危ない危ない、落ちる落ちる。バックできないのか、マキちゃんは。あーダメ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 、ハーリか。あーいっぱい来た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 。はー、入れ食いですねこれ。入れ食いだ入れ食い。よし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 、入れ食い状態だ。ああ、ラプターラプターラプターはやばい。逃げよう逃げよう。ラプター勝てるのかな、勝てるだろうけど体力減りますからね、やめときましょう。すごいなこれ、かなり逃げれますね。うわやばいやばい。あ、でもダメージ食らってんな。わあいたいたいた、サーベルいた。あーやばいかも、やばいやばい、変なとこ飛んだ、飛びすぎた、痛い。うわ減りすぎでしょ、ちょっとちょっと減りすぎですね。あ、気をつけないと危ないな。やっぱ2時間半ぐらいですよね。え、3時間はかかってない、2時間半ですね。ステーミングから約2時間半でいけそうってことは、3倍早いサーバーなんで通常だと6時間ぐらいか、7時間半ぐらいかかるのか通常だと。いやきついなそれは。でもブロントよりかは若干早いんですね。やっぱブロントの小型版って感じなんですかね、こちらは。パラケラテリウムか。お、どうだ、来い。うん。見せるな、もう行ってると思うんだけどなこれ。まだ。まだ行かないか。来い。次ですね、次で本当でしょう。あ、来た、来ましたね、パラケラテリウム。はい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 。あー、やっぱなんか乗せてますね。なんだこのマークは。人こんなに、もっとでかいですよねこれ。やったー、来た。お、埋まってきたけど、埋めてくのと同じぐらいの速さでどんどんアップデートされてますね。じゃあタフマン、タフマン。はい、おお、背中乗れてる背中乗れてる。あ、すごいすごい。やりましたね、ヤスコピオさん、画面さん、ありがとうございます。すごいすごい。あ、石壊した石壊した。おーおーおー、動いてる動いてる。あ、じゃあちょっと待ってください。サドルつけます。サドルつけます。あ、サドルつけますよ。ちょっと待ってください。あ、ちょっと乗ってみようか。おー、でかっ。こんな感じなんですね。なんかスターウォーズに出てきそうですね、これ。あ、意外と早い。あ、意外と早いし、スタミナ全くいらないですね、ダッシュしてても。一人称だとこんな感じですね。攻撃がこれなんだ。あ、これで取れるんだ。草取れますね、ちゃんと。はい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 。あ、これ木取れんのかな？あ、木取れる。あ、藁の方が取れるんですね。ツルハシ効果か。
まあ、山本山に近いけど、山本山とは逆の効果で、木も倒せますね。いやー。あー、これで見れた。やっぱ伊藤四朗にちょっと似てません？顔が。なんか似てるな、タフマン。クラつけたらまた、なんかちょっと人っぽい顔してますね、タフマン。山本山もなんか恵比寿さんに似てるって言われてたもんな。いいですね。また徐々に増えてきそうです。この感じで、どんどんと図鑑埋めていきましょう。ちょっと頑張らないとアップデートの方が早いですね。追加が。ちょっと鳥でこのトントンを狩りやすくするための狩り場をこの上に作りましょう。ここですね。ちょうどここのスペースが空いてるんで、ここに豚ちゃんたちをいっぱい溜め込みましょう。何マスあればいいんだ。1マスだったら出れないですよね、多分。2マス必要かな。お肉が足りなすぎるんで、よし、ここにちょっとトントン入れて1匹試しに入れてみましょう。逃げるかな、やっぱ1マスだと。はい、トントンを連れていく作戦ですね。手伝ってもらえばいいのか。これも姉ちゃんにしてあるから。はい、でここ入れて逃げそうだけどな、すごい。よいしょ、これで、あ、いい感じですね。かわいそうだけど、これでいっぱい豚ちゃん貯めてお肉にしちゃいましょう。あ、いいですね。トントン4匹になりましたね。これいつまで残っててくれんだろう、これは。食料ですね。80個分ぐらいにはなるか、お肉。じゃあここのツリーハウス拠点ベッドに出てもらって、ここに材料は入れときますね。作るのは何なんだろう。はい、これと、多分もう200本以上あるでしょ、これで。ありがとうございます。よいしょ、これで、どっちだ、こっちだ。あ、これって扉も必要なの、もしかして。そうだ、扉がいるんだ、ベヒーモス。こう裏側から、まあいいや、とりあえず置いてみましょう。あ、ほんとだ、ストーンベヒーモス。これが大きさ的に、うわ、でかっ。すーごいでかいな、これ。こんなでかいんだ。でかいですね、これ。向きこっちでいいのかな。ここら辺にして、あの、柱を消すか。うまいこと、やりたいな。でかい。で、この、あ、ヒロさん、ヒロさん、ちょっとこれ石、もうちょっと渡すんで、この門も作ってもらいたい。逆だったかな、これ。合ってますよね。でかいな、これ。こんなでかいんだ。迫力満点ですね。木を取っとくか。これ、木を回収して、よいしょ。やばいやばいやばい。あ、ああ、間違えた、間違えた、ごめんなさい、間違えちゃった。最悪。うわー、やっちゃった。よし、ここですね。よし、いけた。で、ちょっと気をつけながら、ちょっと確認しながらですね、ウッドウォール。はい、おー、できたできた、やりましたね。開いた開いた。これで、
表裏合ってるのか分かんないけど、まあ合ってるでしょう。あ、すごいすごい。これちょっと待ってください。これで、ようやくできた。これ一番でかい恐竜が出れば OK ですもんね。おーおー。あ、いけるいける。あ、すごいでかい、この門。素晴らしい素晴らしい。